皆さんこんにちは、ウーバーチャンネルのしおっこです。よろしくお願いします。本日はほら見て、ほら嬉しそうでしょ。ちょっとテンション高いんですよ。そうです、ミニ四駆グランプリ2018ウインターナッツショコ当選いたしました。ということでですよ、今年のねウインターの攻略もできるということで、ウインターについて考えていこうかなという動画です。まあ、正直ですね、まあ、以前攻略した内容のものがたくさん含まれてますよね。例えばクライムチェンジャー、そしてルーズロード、去年のジャパンカップを思い出しますよね。そしてバウンシングストレートね。去年はダブルバウンシングだったんだけど、なんと今回はトリプルバウンシングストレートになっているということで、まあ、そういった部分もねちょっと踏まえながら今回のね攻略について話していこうかなと思います。まずね、多分一番のコースアウトポイントになりうる場所がおそらく、アイガースロープということになりますね。まあ、大体のレーサーさんは多分ここにセッティングを合わせてくるのではないかなと思います。まあ、一番の鬼門ですから、ここを越えられない限り他の部分をどう攻略してもここで全部おじゃになってしまうような場所ではありますから、ここについてのね情報を僕はね今後収集していきたいなと思っておりますので、もしねアイガースロープ挑戦したことがあるレーサーさんとかねいらっしゃれば、ぜひ、ね、情報提供の方お待ちしておりますということでね、まずスタートいたしまして、超ロングストレートと 4.5 枚の超ロングストレートでスタートします。まあ、ですので、まあ、その1周目のストレートで伸びきれなくても安心してください。その後で必ず伸びきります。まずはねそのままストレート走っていきまして、右にコーナー取ったらストレート1枚挟んで、そこからルーズロード、ダブルルーズロードですね。確か去年のジャパンカップ東京 EX のダブルルーズロードを模擬しているのではないかなと思います。なので内側にウォッシュボード貼ってあるのではないかと僕個人的には思っているのですが、まあ間違いなく貼ってくるのかな。まあ貼ってこなければ、ある程度ピボットだったりスラダン等をつけていれば何の問題もないのかなと思います。去年はね確かルーズロードに関しては AR の普通のリジットワンパーでも抜けることはできたんで、そんなに難しい考える必要はないのかなと思います。ただちょっとスラスト抜けとかはね少し気をつけた方がいいのかなと思いますが、ダブルルーズロードを超えていただきまして、その右にコーナーを取ってもらいます。右にコーナーしたらここからが問題。トリプルバウンシングストレートね。もうちょっと意味がわからないよね。去年のバウンシングストレートでだいぶフレキしか勝てねえじゃねえかっていう話がもう、すごかったじゃないですか。で、去年でね、バウンシングストレートが終わって、肩軸の人たちはね、とりあえずバウンシング終わってくれたら大丈夫だからみたいな話をよく聞いてたんですよ。今年の最後ね、さすがにバウンシングとか誰も予想してないですよ。ここで来るんです。トリプルバウンシングストレートが。まあ、なのでね、去年の、ジャパンカップの攻略の際に僕が思ったのが、バウンシングストレートに関して、まあ、早く抜けようとすると、フレキには勝てなかった印象があるんですよ。もう去年のジャパンカップもそうですし、まあ、もちろんステーションチャンピオン決定戦でも、ダブルバウンシングストレートありまして、僕のFMAR でね、調整したんですが、全く歯が立たなかったと。いったような感じで、まあおそらくね、バウンシングでブレーキをかけたりだとか、そのタイミング、姿勢でね、しっかりね、精神していく方はいいと思うんですけれども、まあそれでも多分フレキの通過速度にはなかなかね、勝てない部分はあるのではないかなとは思います。まあそれくらいね、バウンシングストレートっていうのは結構厄介な存在で、まあおそらくね、このバウンシングストレート、ここもね、コースアウトポイントになるのではないかなと思います。まあ例えばルーズロードが、コースアウトの評価で、まあおそらくルーズロードが、C、トリプルバウンシングストレートはね、あらかたもう A と B の中腹ぐらいにあるぐらい結構、コースアウトポイントになってくるのではないかなと思います。ルーズロードで一応ね、ウォッシュボードとかが貼ってあれば、ちょっと減速して、コースアウトの、危険性っていうのは落ちるとは思うんですけれども、まあなんかね、真ん中とかこれスパスパーって抜けてくるじゃないですか。まあ例えばその両端であれば、速度落ちてくれて、トリプルバウンシングね、高速で突っ込んだらパンパンパーンつって、カッパーンって曲がるかもしれないけど、真ん中きつくない？まあちょっと、アップにしてほしいんですけど、ルーズロードのまず真ん中を見てもらって、ルーズロードの真ん中ってあんまり暴れないんですよ。なのでほとんど超ロングストレートスー伸びてきて、コーナーパッて曲がって、ルーズロードのど真ん中スー抜けて、コーナーピーって曲がって、そこから3連馬車がってなると思うんだよね。いやこれね、真ん中が結構危ないと思うわけ。でなったらよ、だからその浮かせたくないから、タイヤ圏っていうのは必然的に小さくなってくるのかなと僕個人的には思ってるんですが、まあその後ね、その後くるくるって曲がって、その後ですね、右にコーナーと、でさらにもう一回右ですね、そしてストレートを1枚挟んでからの、ここクライムチェンジャー懐かしいね、去年のジャパンカップで使われたのかな、クライムチェンジャーを越えて、そしてここやってくるわけ。アイガースロープもう体感したことがないわけ本当に何アイガースロープって。まあもちろん多分ブレーキをかけなきゃいけないとは思うんですけれども、ブレーキをかけて一回ストレートの上にポトンって落として
から下るのか、それともふわっていってスパンって入れた方がいいのか、まあここがねちょっとかなり勝負の分かれどころになると思います。まあストレートに一回落として落としてたら、もちろんその飛び越える人とはもう雲泥の差のタイムが出ますから、まあそこの部分に関してまあなるべく一回上でステップさせてから、そこから落として、なおかつその飛び越した人たちのタイムに近づいていけるレーサーっていうのが今回優勝するマシンなのではないかなと僕個人的には思います。その安定感の話をすればですよ。まあここ超えればもうあとはダッシュターンっていうね、ただのあのダッシュターンという名のただのあのコーナーが待ってますから、コーナーを超えてそのままゴールなんですよね。スパスパッと来るから、でそのまままたスイーッと伸びていきますから、まあ例えばマッハダッシュで、まあもちろんそのいつもなら3連のコースとかであればマッハダッシュに台形って回りきらないじゃないですか。でも多分ここならすっごい回ると思うんですよね、うん、すごい回るから、俺27ミリの、マッハダッシュで行くぜとかいう人いると思うんだよいると思うんだけど、多分ダブルバウンシング奇跡的に入ったとしても、このアイガースロープで、まあ、ロケット花火みたいになりますよね。難しそうだな今回のコース。おそらくっていうかもうほぼ確で、僕はもうこのアイガースロープに特化したマシンを作ることになると思います。でそしてですね、アイガースロープ、まあ多分上から来るセクションになりますから、もう 99% ホエールで行くことをもうほぼここでもう断言すると言っても過言ではないですね。もう 99% ホエールで行きます。ですのでね、まあ動画の攻略しようとかの動画で今現在ホエール FRP マシンでね、作っているんですけれども、そちらをねちょっと、カーボンにリメイクしたりとか、まあそういったことをしながら、まあ皆さんと一緒にフロントを作って、公式大会ね挑んでいきたいと思いますので、そちらの方もね楽しみにしておいてください。でそしてね、アイガースロープ体感したことがある方でね、情報を持ってる方もしよろしければですね、情報を教えていただければ嬉しいかなと思います。この動画が面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そして最後の大会みんなで頑張ろうぜ。